前澤さんが宇宙に行ってくれているっていうことで、宇宙が怪しいなと思っている僕からしたら、すごく面白いんですけど、なかなか情報を出してくれないんですよね。しかし、この少ない情報の中に、もうすでに怪しいことがいろいろあるんですけど、今回またちょっと小ネタというか見つけてしまったというか、ツイッターで、一番最初に宇宙について、最初のツイートで、宇宙なうっていう写真付きでツイートされてるんですよね。まあ、記念の写真だと思うんですけど、こういう写真なんですよ。これ、明らかにおかしい点が一つあるんですよね。それが、足なんです。足。足の組み方というか。普通、座禅を組むときって、足、これが足としたら、こうと、こう。この状態だと、この浮かんだ状態でも足、組んだ状態にできるんですけど、前澤さんの足って、こっちの足、明らかに下側になってるんですよね。この場合、この組んだ状態にはできないんですよ。で、現に、前澤さんが訓練の時に飛行機で無重力状態を訓練するっていう動画があるんですけど、その時には、こうできないから自分で手で足を持ってるんですよね。この座禅の状態でこう、プーって浮かんでる動画を撮ってるんですけど、3人ぐらい日本人の方がそれやってるんですけど、全員足持ってるんですよ、手で。手で支えないと、まあ、この写真なんですけど、これ見たらわかるように、手で支えてますよね。だから、支えないと、いくら無重力状態でも足が、こう、下になってしまうんですよ。この筋の状態っていうんですかね。無理なんですよね。だから、これは怪しい写真なんですよ、かなり。でも、どうしても、おそらく、前澤さんはこの足を座禅の状態にして、写真が撮りたかったんだと思うんですよね。で、おそらく、その狙いとしては僕は、謝礼というか、オウム真理教の空中浮遊ですよね。それを、イメージした写真を撮りたいと。オウム真理教は嘘だったけど、自分は空中浮遊、今してるんだと。そういうことを、ちょっと、表現したかったのかなと。それで座禅にこだわってるのかなと思うんですけど、ちょっとそれの割には詰めが甘かったなと。これ下の足、明らかにおかしいんですよね。地面についてたらこれできるんですよ。しかし、実際に前澤さんが訓練中に自分で足持ってたように、空中ではこの足の形にできないんですよね。この組み方だとできるんですよ。両方上に上げるっていう。足の組み方。これあるんですよね。でもその組み方じゃないんですよ。だから実にこれはフェイク臭いなと いう写真なんですよ。なぜこの写真を投稿する必要があったかと。で、この組み方じゃないと不可能だっていうことはちょっと考えればわかるんですよね。だから、なんというか、すごくお金を大金持ちになる人は頭がいいと、立花さんとかもよく言うんですけど、こういうところはどうなんやろと。頭一周ってそこまで回ると思うんですよね、気が。この足の状態では浮かぶことはできませんよ、ということがわかるはずなんですけど、なぜこの記念の一番最初に、一番多くの人が注目するであろうツイートの写真で、この人体の構造上不可能な足の組み方で浮かんだ写真を撮ってしまったのか。これがまた謎の あえてやってるのかなというのもあるんですけど、ちょっとわかりません。これもすごく足の形は実に怪しい。この前澤さん自身が自分で無重力の状態の時に、足は自分で手で持たないと、この座禅の足のか、座禅の状態で浮かぶことは不可能なんだっていうことを、宇宙に行く前に証拠を残してしまっているのに、こういう写真を上げてしまうと。なかなか行動が意味不明だなと思いつつ、これからなかなか情報を上げてくれないんですよね。だから動画とかも全然アップできるはずなんですよ。そら、野口さんがやってたので。だからやってほしいんですけど、ちょっと少ないですよね、情報量が。もう行ってからしばらく時間経つのに。まあ、とはいえ僕らはまだまだ楽しませてくれそうなので、無事に帰ってきてほしいなと思っております。以上、芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。